新宿高野で皆さんのブルーベリーフェアが始まりました。会場にはブルーベリーのケーキやタルトが販売されているほか、皆さんのブルーベリーの試食やアルストロメリアが振る舞われており、多くの方が足を止めています。ブルーベリーを通じて伊那の魅力が多くの人に知ってもらえるのは嬉しいことですね。今週の伊那チャンネルはご覧の内容でお送りします。通り町も1週間後には踊りで大にぎわいだな。伊那祭りも昔はこの勘太郎祭りと言われていたんだ。1日目のメインといえば市民踊り。会場全体が熱気に包まれて盛り上がるんだよな。そしてこれこれ、勘太郎月夜歌。みんな今年も踊ってくれるかな。もちろんですよ、勘太郎さん。おっと、君は？観光課の牧田です。今年も伝統ある伊那節と勘太郎月夜歌の踊りコンテストを行います。すべての参加連が対象で、事前に登録した4つの部門で審査します。皆さんどんどんアピールして踊ってください。祭り1日目8月2日土曜日の日程を改めて紹介します。午後4時5分から開始予告パレードや開会式、オープニングパレードが、午後5時15分には行灯が設置され、そして5時30分市民踊りがスタートします。今年も6700人以上が参加して、会場は一気にお祭りモードです。伊那祭りといえばこの辺も大にぎわいになるんだろうな。ちょ、部外者はちょっと立ち入り。この方はな、伊那の勘太郎さんだぞ。大変失礼いたしました。そういう君は一体誰だい？私は伊那商工会議所青年部、高見洋平です。兄さん、どんなことをやるんだい？今年は伊那祭りのテーマである集えに習って、この白い風船を集めて、この広場にシンボルツリーを作りたいと思います。そいつはすげえな。そしてこの風船で作った木の下をステージに見立てて、昼間の時間はきれいになれちゃうチャリティーイベントなんかをするんです。そして夜の時間は真夏の夜のジャズと題して、この下でジャズイベントなんかもします。食べ物は何かないのかい？もちろんあります。それは二人の方から説明します。今年のドラゴン横丁のおすすめはバカうま焼きそばとバカうまチリソース煮です。これは鹿肉と馬肉を使った焼きそばとチリソース煮です。ここでしか食べられない青年部オリジナルの料理をぜひどうぞ。そして毎年恒例の100円くじ、ソフトドリンクや生ビール、かき氷もご用意してあります。ぜひ皆さんお立ち寄りください。これは楽しみだね。俺も絶対来なきゃだな。今年のドラゴン横丁、魅力いっぱいで皆さんお待ちしております。ぜひ会場に来てね。ドラゴン踊り踊ったり、お祭り広場行ったり、あちこちで楽しいことがいっぱいあって、これ忙しいな。それでは5つの屋台が集結するお祭り広場を改めて紹介します。ロマン横丁屋台村はセントラルパークで午後1時から風船など大道芸ステージも楽しめます。4つの蔵元が集まる酒蔵横丁は伊那バスターミナル南側で午後3時から、焼き鳥やおつまみ、お子さんにはラムネもあります。ローメン横丁は伊那バスターミナル隣で午後3時から、人気の5つのお店のローメンの味比べができます。
食べやすいハーフサイズや地ビールもあります。八幡町ロマン通りは山寺の第一薬局の南側で午後4時から、豪華商品が当たる100円くじやビールに唐揚げ、ポップコーンもあります。そして稲瀬多目的広場で行われるドラゴン横丁飯田広場は午後1時から。今年はどんな会場の雰囲気になっているのか、ぜひ足を運んでご覧ください。こりゃ面白いところばっかで、どこ行っていいんだかわかんねえな。勘太郎さん、稲祭りは2日目もまだまだ楽しめますよ。2日目？3日日曜日の午後3時30分からは市役所西側駐車場でユーイングビレッジが開かれます。会場ではたくさんの屋台やステージ発表、親子で楽しめるコーナーもあります。そしてこの市役所周辺、祭りの目玉花火がどんどんと打ち上げられるんだよな。はい、稲祭りのフィナーレ花火大会は8月3日夜7時半からです。ぜひお楽しみください。おっと、日奈商工会議所の北原さん、今年もドカーンと花火が上がるんだね。もちろん、今年はたくさんの方々に寄付をいただき、84番組約4000発の花火が打ち上げられます。近くで花火を見れる有料観覧席のチケットが現在好評発売中です。観覧席は1席前売り1000円、当日券も1500円で販売します。お求めは稲商工会議所でお願いいたします。今年も花火委員会の資金係の皆様、そしてスポンサーの皆様の熱意とご協力により、昨年よりも170万円多い1500万円余のご協賛をいただくことができました。さらには募金箱に一般市民の皆様からもご協力いただき、また中央区の皆様からも多くの花火への協賛をいただくことができました。そのため花火番組表には一般市民の皆様からの協賛による花火を入れることが今年はできました。花火大会当日は感謝の意を込め、心を込めて花火を打ち上げさせていただきます。皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。あ、勘太郎さん、こんなところにいたんですか。花火を間近で見れて、祭りも感動のフィナーレを迎えて、俺は本当に嬉しいよ。泣いている勘太郎さんを放っておいて、最後にシャトルバスと交通規制のお知らせです。交通規制は8月2日土曜日午後4時から9時まで、市民踊りの会場となる稲北駅前から春日公園下が歩行者用道路になりますので、ご協力をお願いします。また2日目は無料のシャトルバスを2つのコースで運行します。まず流東コースは NEC 長野北側駐車場から市役所まで、流西コースは県稲文化会館前から市役所まで、それぞれ午後3時から9時30分まで15分間隔で運行します。さらに飯名ちゃんバスも増便し、午後4時から9時30分まで10分間隔で運行します。なお市役所周辺には安全と渋滞緩和対策により駐車場がありませんので、無料シャトルバス飯名ちゃんバスをご利用ください。詳しくは市報7月号と一緒にお配りした稲祭り冊子でご確認ください。なお祭り冊子5ページの踊り連参加者に誤りがありました。正しくは稲小2年大空連です。訂正しお詫びいたします。市民の皆様、8月2日3日の稲祭りにぜひお出かけください。このお祭りは皆さんが主役でございます。大いに楽しみ、大いに盛り上がりましょう。今年のテーマは集えです。みんなが集い、さらに一層稲市の発展のために大いなる活力を皆さんで示そうではございませんか。
よろしくお願いいたします。みんなで集まり、フェネルニッシュに稲祭りを楽しみましょう。どっしりもりもりいきいき南アルプスコーナー、第4回目は日本ジオパーク全国大会や夏山の魅力をお伝えします。小林さん、先月ユネスコエコパークに登録された南アルプスですが、今年はまだまだたくさんの話題がありますね。はい、9月27日から4日間伊那市を会場に日本ジオパーク全国大会が開かれ、全国から多くの方が訪れます。この大会は山岳と人とジオパークをテーマに、ジオパークに関するシンポジウムや交流会、ジオツアー、オプショナルジオツアー登山を行います。9月27日の基調講演では、ノンフィクション作家で探検家として世界中で活躍中の角畑雄介さんを講師に迎え、山と冒険と題してお話しいただきます。また28日には山系イラストレーターでエッセイストのジオガール鈴木美希さんを交えて、山とジオパークをテーマに角畑さんとお話しいただきます。他にも28日には化石のレプリカ作りなど親子向け体験イベントが行われたり、伊那瀬から入船にかけて南アルプスエリアの地域食や B 級グルメ、全国のジオパークの土産品などの物販コーナーも集結します。この大会は伊那の町中がジオパークのお祭りのように賑やかになります。多くの皆さん、ご参加をお待ちしています。さて、この日本ジオパーク全国大会でジオツアーの案内人として活躍する市民の皆さんも、この大会を前に準備を進めています。全国大会では大会参加者向けに南アルプスエリアで8コースのジオツアーを行う予定で、市内で実施するコースをジオパークガイドの皆さんが案内します。北沢峠や高岩、溝口路頭などの中央構造線のほか、熱田神社など地域の旧跡も巡ります。さて、南アルプスは今年国立公園に指定されて50年の節目であり、各地でさまざまなイベントが行われています。南アルプスが関係するのは長野、山梨、静岡の3県10市町村で、7月の19日と20日には静岡県で南アルプス子ども未来フォーラムが開催されました。このフォーラムは子どもたちを対象にしたもので、山の恵みを使った工作コーナーなどさまざまな体験イベントが行われました。その中の南アルプスはすげーぞ大賞に長谷小学校の5年生が参加しました。これは南アルプスに関するお国自慢発表会で、長谷小学校の児童は私たちのふるさと長谷をテーマに歌や絵で地域の魅力を紹介しました。小林さんは実際に会場に足を運んでいたということですが、子どもたちの発表はいかがでしたか？はい、長谷小の皆さんの発表はとても堂々としていて、16人で歌っているとは思えない大きくて素敵な歌声でした。南アルプスや長谷地域の魅力を伝えることができて、見ている人の胸を打っていました。長谷小学校の皆さんは見事大賞に輝きました。さて、そんな長谷小学校の児童も日頃から親しんでいる南アルプスですが、現在たくさんの高山植物が見頃を迎えています。現在、白山シャクナゲや御前立花、高根ビランジなどが見頃で、これから戸田母子や車百合などが見頃を迎えます。北沢峠まで行く南アルプス林道バスからもご覧いただけるこの時期ならではの植物もありますので、ぜひお出かけください。また南アルプスの山岳環境保全を目的にマナー&クリーンアップチャレンジを開催します。これは登山マナーの向上や自然環境の保護や保全、山岳遭難を減らすことを目的に8月2日と3日に行い、登山者などに協力していただきます。携帯トイレの無料配布もあり、山岳環境を守り
安全登山に関わるイベントです。地域の皆さんに愛される美しい南アルプス、皆さんもぜひこの夏お出かけください。まだまだ続くよ、リーナチャンネル。わー、この度選挙管理委員長に就任いたしました黒田剛です。公正公明な選挙を目指して努力するつもりでありますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。8月10日は長野県知事選挙の投票日であります。今後4年間の県政を託する重要な選挙でありますので、どうぞお出かけください。なお8月10日の投票日に選挙へ行くことのできない方のために、期日前投票を8月9日まで伊那市役所1階市民ホール、また8月6日からは高遠町総合福祉センター山裾長谷総合支所で行います。時間はいずれも午前8時30分から午後8時までですので、ご利用ください。投票は県政に私たちが参加する重要な機会です。どうぞ危険にすることなしに大切な一票を生かして使います。特に若い人たちの投票をお願いいたします。スポーツ振興課から信州伊那クロスカントリーレースと伊那市トリムマラソン大会の参加者募集についてお知らせします。競技種目は5キロと10キロのタイムを競うクロスカントリーレースと 2.5 キロの自分の申告タイムを目指すトリムマラソンです。参加料や制限時間はご覧の通りで、応募締め切りは8月4日月曜日までです。また高遠 B&G 海洋センターでは、初めての方でも安心してカヌーや手漕ぎボートを楽しむことができます。シングルカヌーやペアカヌーなどがあり、インストラクターが指導して付き添いますので、初めての方でも安心です。料金は一定1時間300円で、9月末までご利用いただけます。また8月8日と9日には市民の皆さんを対象に無料開放します。9日は市民体育祭を兼ねており、カヌーなどの体験イベントも行います。事前の申し込みは不要ですので、皆さんお気軽にご参加ください。暑い夏だからこそできる水辺のスポーツをお楽しみください。企画情報課から夏休み子ども定期券販売についてお知らせです。小中学生の皆さんが8月24日までの間、市内の路線バスに乗り放題の定期券、夏休み子ども定期券をご覧の窓口で販売しています。窓口で小学生券を購入できるのは保護者の方です。中学生券は中学生ご本人にも販売しますが、その場合は生徒手帳を窓口にお持ちください。お盆中のバス運行についてお知らせします。8月13日から16日までの間、一部バスの運行ダイヤが変わります。ただし市街地循環バス、イーナちゃんバスは通常ダイヤで運行します。期間中、日曜・祝日ダイヤで運行するのは若宮・三原・寺・福島循環バスと西美濃和線、土曜・日曜・祝日ダイヤで運行するのは高遠線・知野・藤沢線・長谷循環バスの3つの路線、運休になるのはご覧のバス路線と循環タクシー・デマンドタクシーです。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。ご不明な点は企画情報課までお問い合わせください。来週の伊那チャンネルは伊那祭り中継のためお休みです。次回は8月9日から白鳥市長の焚き火通信、この高野のブルーベリーフェアなどをお伝えします。それでは皆さん、暑い毎日ですが、お体にお気をつけてお過ごしください。